あの、ちょっと、はい。申し訳ないです。申し訳ないです。だからその値段が間違っとるっつって、最初の当初の見積もり内容と違うじゃんっていう。うんうん、怒られたでしょ、それ。はい。説明がないのがちょっとなっていう感じで。今日はちょっと大事な話がある。はい。あの、相手方に伝えそびれて。お前が伝えとくわって言ったんだろ、もともと。で、僕のミスです。僕のミス。俺に、それや、戯言っとったよな。僕が払うでいいですとか言ったよな。それで切れたんだな、俺確か。そう、誰にも言っとんだ。まあ、気づかんかったら俺ら悪いけど、そんなに責めれんかったんだよね。コメント欄は荒れるのは完全に想定しとるけど。で、俺はあいつらが好きだから、これ、まあ言っとんだよ。まあ、俺もいつも言うと思うんだよ。出会いまで OK だ。いや、これぐらいだったら OK なのか。わかんないですけど。いや、OK、もう、ここの後頭部で。なんか先日、はい、ニックスさんがね、はい、会社名なんだったあれニックスさんじゃないよね。あ、そうですね。請求かけたのは、うん、株式会社ゴーアップさんです。あ、ゴーアップさん。あ、ゴーアップさん。ゴーアップさん。はい。何緑。あ、変態。変態。変態チック。めちゃくちゃ変態チックだね。足場をまあ動画になっとるかなあれ。あ、上がっとるな。上がってないけど、今この時点で上がってないけど、動画になっとるね。あの、室内に倉庫の中に足場を組んで、組んだまんま棚足場みたいな棚になっちゃうから、まあ、材料そのまま売ったんだよね。はい。で、中古材を使って売るからっていうふうで値段を出したんだよね。はい。だからその値段が間違っとるって言って、うんうん、最初誰、会社に電話あったの？いや、会社にはないですね。多分、小原さんに連絡。があったんだと思います。で、小原さんから最初はあいつに入れなかったんだ。多分そうだと思います。で、ジムが請求したんでしょ。あ、そうです。私が請求書を送ってて、うん、でその後多分ゴーアップさんが小原さんに連絡がいってると思います。いや、値段がちゃうやんって言って。あ、そうですね、うん、最初の当初の見積もり内容と違うじゃんっていうことで、うんうんうん、小原さんから事務所の方に連絡が入って、うん、で、事務所からそのゴーアップさんに、うん、説明も兼ねて一本連絡を入れてほしいって感じで、うん、はい。ああ、なんで違ったの？いや、結局一番最初その、うん、アンチのシングルで出してて、うん、でも本当はダブルだったっていうことで、うん、ああ、アンチのせいで、なんか追加でも出たでしょ。あ、そうです。追加で出てプラスなんかその足場の一式のその代金も、うんうん、ゴーアップさんは6万だと思ってて、うんうん、でも私は7万って聞いてたんで7万で請求書送ってて、うん、そこも結局食い違ってたりして。あ、ね、あ、ごめん、ちょっとあの画面のことをちゃん見とった話見てなかったギリギリとこ狙っとったいや、ギリギリとこ狙っとった今見積もりは出しとんでしょ。最初、一番最初は、うん、もっとまた違う金額で出してて相手に、はい、最初は10万で、うん、足場代金出してて、でも次また送ってって言われたやつは、うん、7万で私は聞いてたんですけど、ゴーアップさんは6万だと思ってて、うん、でそこもちょっと違って。ああ、そういうこと、はい、なんでそんな起きたんだろうね。それショーは見積もりしないの？竹が見積もりも出したのかな。でもなんか小原さんが組み立ててるし、小原さんがやり取りしてるような感じでした。うん、で会社にも電話があったんだ。あ、で私からそのゴーアップさんに電話。あ、電話したんだ。はい、そうです。あのね、タケが電話してって言って。あ、そうです、そうです。うん、怒られたでしょ、それ。はい。だいぶ怒られた。いや、そんなになんかめちゃくちゃバーっていう感じではなかったんですけど。ちょっと違うんじゃないですか、つって。なんかやっぱ向こうとしては、金額を出すのは別にいいんだけど、うん、そのやっぱ説明がなく、急に請求書が届いて、うん、自分が思ってた金額とは違って、うん。うん、まあ、その説明がないのが、うん。ちょっとなっていう感じで、うん。その電話でおっしゃってて。ああ、そういうことね。はい、あ、まあ、じゃあちょっと現場行って聞いてくるわ。お願いします。ね。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。現場行って聞いてくるわね。はい。お願いします。現場行ってね。はい。お疲れー。お疲れ様です。はい。今日はちょっと大事な話がある。はい。何の話？あ？ちょっと静かに。何しに来たか分かる。ちょ、あ、もう背中持たれるやん、そっち打て。だから光が。何の話してたか分かる。僕がやらかしたことですか。
れぐらいの目線かって言ったらこれぐらいの目線これぐらい近いところで見とるからねこうやってカメラを持って近いって感じよくあるなんでお前何かわからんのトライザーバンだといやニックスの気になるああそうですよいやがちょっと聞いてないあんまりちょっと俺もわからない頭下げに行ったんだろはい、うん、なんか要は僕がその組む時にあたって必要な材料の数出ししたんです、うん、翔くんにこのぐらいの組み立てでこのぐらいの材料でっていうのを説明してで金額をまあ僕が決めかねるんで、うんうん、まあ、翔が決めたんだ定石の翔くんに決めてもらってで、うん、資材代はジムを通さないとわからないっていうことだったんで、うん、っていう流れの段階でアンチの40のダブルで僕が拾ってはいたんですけど、うん、見積もりの表記に25になっちゃったのな。そうです、値段がな。でそれを間違えて それジムから聞いとったの、間違っとったって。いや全く気づいてなくてその金額でお願いしますっていうことで着工になったんです。で僕が多分それをしっかり確認してないまま相手方にその見積もりの金額を提示しちゃってまして、うんうんうん、まあ、やってましょう、お前敬語変だぞいいよそんな手で喋れなくても普段通りで出ましてって言って出まして出まして出まして何ですか、出まして何出まして出まして何でした見積もりの金額でシングルの金額だったんですけど、ダブルだったんだろ。そうです、うん、ダブルっていうのを追そのまた別で発注で追加掛けになったんですよ。で追加の分はまた別なの。その時に見積もりをまた再度作り直してもらったんですけど、アンチのサイズが違うことに僕が気づいた。あ、お前が気づいたんだ。はい、あ、最初にな。そうです、うん、あ、2号じゃんって。あ、2号、幅の狭い方だな。もうかけちゃった後だったんで、実際に持ってってるのはダブルだし、うん、でダブル持ってったんだよな、うん、みたいな感じ で、うんうん、で金額が、うん、あ、ね、これ初めて見た。え、なんで視聴者は覗くかもしれない。最近コメント欄荒れとるね。ちょっと知識持っとくわ。はい、視聴者の皆さん、ハラジでございます。めっちゃ鉄分の味する。で気づいて、あ、これ2号じゃなくてダブルですよっていうのを僕が、うん、ジムに行ったんだ。言ったんですけど、うん、あの相手方に伝えそびれて。お前が伝えとくわって言ったんだろ、もともと。で、僕のミスなんですよ。僕のミスなんです。いい顔しとるね、お前。僕のミスなんです。めちゃくちゃいい顔しとるんだよ、ね、何僕誰が言うって言ったの、カメラに向かって言って。僕です。僕のミスです。いいぞ。はい。偉いな。ほんで、一緒にショート一緒にバーで謝りに行ったんだ。行く前に事前に連絡して。あ、思い出した、お前。俺に、そういや、戯言っとったよな。なんか僕が払うでいいですとか言ったよな。それで切れたんだな、俺確か。誰にも言っとんだって言って。てめえは上がるのって言って、そんな金の問題じゃねえだろ、みたいな。客の信用だろ、って言って。なんか、うん、視聴者の皆さん、また僕が切れたんですけど、まあ、大して怒ってないんだけど、まあ、それ教えなあかんなと思って。はい、お前の客にそんなことされたら嫌だろ。金じゃなくて信用戻してきてえだよ、はい。金なんかいいやん、別に。まあまあ、最悪その値段でもいいじゃん。はい、お前な。お前それ言ったよな、俺に。はい、視聴者の皆さんがついてくるんで、ちょっと説明して。それで、俺から電話かかってきたんだ。で、怒られたんだな。そうあの元請けさんというか、そうそうそう、な、金額が違うじゃん、違うねって。でそれを俺がお前がすいませんって言って、そうです、すいませんって相手が、あ、ジムが言ったんだ。だってお前は喋ってなかったんだな、その時点で。多分事前に喋ってはいて、ちょっとジムと連絡させてくださいみたいな感じだったんで、ジムがなんか連絡したらなんか急になんかそうなったんじゃないの。いや違います。あれ、ジムと確認、 今聞いてきたんだけどな、ジムあれ要は僕が最初にその加藤さんに金額違うじゃないかっていう、うん、そのことに対しての会社としての連携どうなってんだで、ジムに一回連絡させてください、うん、もしくは連絡かけてくださいっていうで事情を聞いてもらったらしいです。ああ、そういうことな。そうそう。なんかお前が全部ジムの選手だったんだ。いや、ジムが金額があって。だってお前と翔が金額決めただろう。だけどお前らもうあれだろ、ペコもお前パワーアップシングル買ったやつで。
ショーでしょ、いや新品じゃないですよっつって、じゃあお前同じこと言うけど新品で俺が買っとるやつを売っとるだろって言ったのが使ったやつを、はい、そんなお前新品で買ってお前使ったから中古ですって言って、お前じゃあ買い取って、はい、な 10% で買ったやつを 11%12% で売るのが分かるやん、お前新品で買ったやつをお前半年使ったから中古ですよねって言って、お前それお前 12% で売っとったらお前らいるもんで買えって言って、お前今度売っとったら意味ねえだよ、はい、ちゃう、あの買ったやつだろ全部ペコ、そうそう、自分たちで使うために買ったやつなんで売ってんの、言ってる意味わかる、半値ぐらい売っとんだぞお前ら買った値段の、そうそう、半値以下だぞ、そうそう、おかしいだろうだって俺一生懸命買ったやつ借金して、そうだろう、まあまあいいや今日はその話じゃねえ、それはショーだな、お前悪くないもんな、それはショー入でお前の悪はあっちだろ、だってそのごめんなさい事件だろ、お金引いてください事件だろやらー、で、まあ、謝罪してきた、はい、してきました、どうだった、まあ、まあ連絡はしっかり取るようにしてほしいのと、まあ、うん、誰でもお前がちゃんと連絡するって言ったんだろ、誰から連絡を受けて誰が話をまとめてきたのをも話を持ってくる人を明確にした上でしっかりまとめてきてから言ってくる、そうだよな、まあ、多分本当にそうだよな、人任せなんだよな、見てた、あの時もそうだろ、ジムに何か行ってもらった後もあんとこ言ってたろ、お前最終の話はしてないってだろ、謝ってないってだろ、それはいかんわ、まあいい経験だったじゃん、頭下げてやっぱ嫌、はい、だったろ行くのは、いや全然あの僕がやってきます、でもドキドキするや、あの、まあ、ドキドキしました、でも全然良かったろ行って、はい、まあ、その経験だよな、まあ、そこやってないな、お前はやっぱちょっとずつな、はい、口うるさいみたいだけど俺が、まあでもレベル上げてからなっちゃう、はい、一つ一つの信用性じゃん、こないだもな、ドバで俺バーバー言ったけどさ、はい、じゃあ竹ありがとうね、お邪魔しました、ちょっと忙しいです、スープはいや、まあねよ別に、やっぱお前動画の前だからってアピールすんじゃねえよ、じゃあ俺が怒ったらそれだけだぞ、はい、まあ、言いたいなら一つ、そういやお金払えばいいでしょみたいな感覚がそれは違うなって、はい、お疲れ様です、です、です、なんか竹さんがこの前やらかしたっていう話聞いて、社長から、うん、なんかニックスさんっていうお客さんになんかやらかしてジムとゴタゴタやったみたいな、相手に提示した見積もりのものと実際使った材料、いやまああれだよね、まあ悪いんだけど俺もね、敏感だったのはその見積もりをジムに作らせて、うん、材料の金額知っとるから、うん、そのハーフとダブルのアンチのを間違えたんだけどさ、まあ、気づかんかったら俺ら悪いけど、うん、なんかそんなに攻めれんかったんだよやっぱりそのこいつには。でそのやっぱ俺が直接やろうかなと思ったけど、うん、そのニックスさんね、うんうん、なんだけどやっぱこいつの顔があるからこいつがやっぱそこで付き合いさせてもらってるし、ニックさんってあれですよね、タケさんが飼ってるこいつの顔もあるからこいつにちょっとやらせようと思って、そのね、うん、なんていうの、そういう流れを、うん、そしたらやっぱちょっと事件が起きて、うん、俺も見積もり見たんだけど、ちょっと正直それも俺もざっくりは見てなかったり気づかなかったんだけど、あ、じっくり見てなくて、そうそうそう、であとなんだっけ、新品のやつ、新品の部分、まあトラス中古じゃない、まあ、中古なんだけどちょっと新品に近いみたいな、俺もその朝積むときに新品は持ってけって言ったんや、そうっすね、ちょっと汚いっていうか、まあちょっときれいめのやつを持ってけって言ったら、ああ、新品じゃなくて使ってはあるけどきれいなやつ、材料のパーセンテージも俺は23でやっとるつもりだったんだけど、うん、まあ、ジムのミスで 20% にして、うん、それを送っちゃっとるから、まあそこも確認不足もありみたいな、そうで2人で謝りに、そう行ったんだけどおらんかったね、で別日に僕一人で、はい、まあ、これからどうしていくかも社長は聞いてこいみたいな反省点って言うんですか、改善点、確認に確認を重ねなきゃいけないなっていう、一人で進めていくんじゃなくて、もうちょっと任せっきりになっとったで、忙しいっていうのは言い訳したらあかんけど、もうちょっとで、こうなんかなんていうの、助けた時はよかったなと思うし、相手が一番失礼じゃん、
まあ確かに俺らなんて別に社長に怒られるだけだし、うん、そんなことどうでもいいから相手様がおるから、うん、別に社長がおるからどうでもいいじゃん。どうでもいいわけじゃない。どうでもいいっていうかそれ大したことないじゃん。まあ俺たちが害あるだけだからってこと。俺らは怒られてへこむけど相手さんは向かってくるし、あ、ね、あまあまあそういうこと。まあまあでもやっぱやらしていきたいから、あ、自分だけじゃなくていろんな下にもできる、うん、顔もあるし、うん、だこいつだけじゃなくても、まあ、岡部とか付き合いあるかもしれんし、ここで俺がなんか切れてこいつにもう全部俺やるわじゃなくて、うん、どんどんできる人を増やしていこうみたいな。そう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 、まあ最終確認だけするよみたいな手でいたってこと。ちょっと暗いですね、竹井さんいつも言われて怒られたもんな、はい、だってさっきとテンション全然違うんですよ、だってもう笑い方も作り笑いですよ、もうやばいですよ。まあそういうことですね、まあ、勉強になりました。あ、すいません、ニックさん本当にすいませんでした、うん、というか、ゴーアップさん、ゴーアップさんです、はい、本当にあの、ちょっと、はい、はい、申し訳ないです、申し訳ないです。社長にも何かしたこと、すいません。ちょっと、本当に僕は悪いですけど、ごめんなさい。すいません。はい、お疲れ様です。もう寝てますよ。寝てますよ。何で今ここに連れ込んでこられたんだって。今めちゃくちゃ気になるな。何でとかあるんですか。え、でもなんか。あ、なんか本当になんか反省してますみたいな。なんかタケさんが本当に笑いも作り笑いだし、なんで、あ、冗談です、突っ込んでも、うん、なんか本当に暗い感じだったの。そう、なんか他に事情があるのかなっていうくらい暗くて、あいつの場合大丈夫だよ、その件じゃないか。感覚しめて夜8時から電話ってたよな。俺も昨日もあ現場行った時もそうだったよ。そうなんだ、やっぱなんかちょっとあれはいないないですよ、なんかそのアピールじゃん、それ反省します。アピール俺いらんの、別に分からんけど、そういうやつで大体あの反通してないじゃん。すいません、すいませんみたいなやつ、ただみたいなやつの方が徹夜、うん、のところで決めてるじゃん。あ、でもなんかね、ごめんなさいっていう顔しとけばいいやみたいな。ほら、でも本当に良い人いるけど、大体こう、はいってなんか申し訳なさそうにしてやって次の話も気がする。じゃあ、リュウ騙されてたってこと、昨日、竹さんの。いや、いや、わかんない。じゃあ、その時はそういう気持ちになるんでしょ。マイナスの、怒られとるわけじゃないじゃん、俺も、うんうん。こうしこうよ、いいふうにしこうよってお互いと、まあ、声がでかいとか、お前らいい感じしようよっていうのが、うん、怒っとる、叱っとるみたいな感じになるけど、なんかそういうやつそうじゃない。で、お前とかは、あ、ごめんみたいな、今日もそうじゃん。なんか、ささみたいな感じじゃん。今日脱毛だったとかって、脱毛だったじゃねえでお前って。ほんでほんで。でそれで、まあ、なんかでなんかその後に翔さんのターンになって、俺も悪いんだけど確認を全然してなく、全然っていうかまあちょっと流し見程度だったみたいな感じもちょっとあるから、うん、悪いんだけどちょっと竹に任せきりだった部分もあると。だけどなんかだからといってじゃあ俺が全部やるわっていうのも今後のことを考えると、みんなができるようになってくれたら俺は嬉しいから、まあちょっと相手方には失礼だけど、うんうんうん、まあ竹のいい勉強にはなったよなみたいな。ああそうだよな、そうそう、だけど、うん、まあこういうことはなくしてかなかんみたいな、うん、じゃあどう思う、言ったんかどうかしらんけどさ、俺はさ何起こったの、竹がさ、うん、電話があってきてさ、こういう問題が起きましたって自分から聞いたんだよ。竹は相手に謝罪しずに、うん、まず俺のところに電話してきて、うん、やっちゃいました、僕の給料を引いてくださいって言ってた。俺それでめちゃくちゃ腹立った。その損した分を俺から引けってこと。そう現場で物壊しました、お金払ったらいいでしょみたいな。まあお金で解決みたいな感じはちょっと、ね、ましてや俺は取らんじゃん、車の事故とか取らんじゃん。でそういうやつこそ絶対後で俺引かれてさ言うやん、絶対言うやんそれっつって、うん、でそれを怒って、まあ、それは翔にも伝えたんだけど、お前も言われたんだろうと、これ知っとんだろうってないよ、お前がリーダーだろ、お前こんなこと当たり前のレベルじゃないのって、何のって何で言ったか知ってる、ちょっとまたイライラしすぎかなと思ってちょっと優しい感じでしたで何のって何のって上げてみたんだよ、そんな感じよ。友達でもないじゃない、どっか旅行行こうとかでもそうじゃん、注文する忘れろ、ただのさ予約する忘れろとかっていいよ、俺みんなから払うでとかさ、しかもそれをみんなに謝らんとさ、あそれはちょっと違うわってなっちゃう、お前それちゃうやんってじゃまず謝ることが大事じゃないのみたいな。これ本当になんかまあいい勉強やったというか、まあそのコメント欄は荒れるのはもう完全に想定しようけど、
まあでも武さんも翔さんもじゃ自分たちが悪いみたいな感じだったけど、うんうん、まあ確かに悪いから、そうそう、で俺はあいつら好きだからこれまあ言っとんだよ、まあ、うん、俺もいつも言うと思うんだけど、やっぱあいつらの対応ってそこで、あっここで、あっここで、あっ視聴者ってさ、そこでこいつクソだなとか、そんなこと言わんでもってリュウジのやつめちゃくちゃ叩かれてたじゃん、うん、だけどそれをあの感じれる人たちじゃん、まあ、言い方とかもね、そうそうそう、うん、でまたそれが悔しいし、なあれにもなるけど自信にもつながってるじゃん、ああよかったって顔見て謝ったらちゃんと許してくれた、でまたさらにそこのタケとはその人の関係も構築されてるじゃん、これはいいことだ、いいことだったと思うけど、あそう、なんか言ったら、まあ、楽しみだな俺あいつらみたいな、だから俺がいないところで逆に撮ったらよかったかもしれんな。はい、じゃあ皆さん、今回の動画ねちょっとまあポンポンポンってまあ現場が流れてると思うんだけど、はい、うん、まあ本当にでもジムの子もそうだよ、じゃあまっすぐじゃん、本当にうちに仕事あるんだから俺本当にいいと思うよ、なんか、うん、思わん、会社来て思わん、まだ入って1年2年じゃん、確かに自分が働いてるから、うん、やっぱいい会社だなって思う時はあるけど、うん、他の会社が分からんからだけど前の会社とかあるだろ、まあ、だって前の会社全く違うじゃん、だけど人いろんな人がおるじゃん、おる、あこいつクソだなってやつは人じゃん、人って言ったらうちいいやつしかない、俺はこういう、まあ、いい人しかいい人、もうダメ、事務員さんとかはいい人ばっか、営業さんとかあんま関わりがないからさ、仕事上でしか関わらんから、ああでもなんとなく分かるじゃん、でも忘年会この前あったんですけど、うん、めちゃくちゃみんな面白かった、面白かったみんなお前隣の話じゃねえな、人が違う、だけどだからこそ大事にしたいやつもあるし、まあそんな感じで話が全然変わっちゃいましたけど、まあ視聴者の方楽しんだんじゃないか、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひ皆さんまたチャンネル登録いいねよろしくお願いします、はい、せーの、まだ見てね完全に自分使ってしまう